皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成おぶた滝沢でございます。どうも皆さんこんにちは。本日は滝沢道場の7日目ということで、なんかこの6日間だけでも本当に皆様お疲れ様でございます。もう頑張ってついてきてくれてる方も結構たくさんいらっしゃるかと思うんですけども、この6日間の間もさ、結構その練習すごい地味だしさ、特にそのパタパタ練習が出てきたあたりから、おい滝沢ちょっと待てよと、難しいぞと、ついていけねえぞと、なんかこう腕がもげるぞ、肘がもげるぞみたいな感じで、なんか指がつるぞみたいな感じに感じた方も結構いらっしゃるかと思うんですよ。でもその反面逆に、そのこの6日間だけでも結構このテンポが上がったとか、なんか楽に弾けるようになったとか、なんかそんな感じで上達の実感を少しでも感じている方結構いらっしゃると思うんです。でその中で、その6日間の中でも、その僕が皆さんに一番感じ取っていただきたかったのは、やっぱりこのやったらやった分だけ上手くなるっていうことなんですよ。すでにこう、ね、上達の時間、すでにあるよという方、まあ、振り返ってみれば結構この6日間バリバリ練習したと思いませんか。そんな感じで、その練習したらした分だけ何かしらこう結果がついてくるというのがね、その人の面白いところなので、まあ、ちょっとね、パタパタ練習難しいなと思っても、そのできないことを楽しむと、できないから、これからできるようになるんだと、そんな感じでこのワクワクドキドキしながら、なんか日々練習を積んでいただければ、鍛錬を積んでいただければすごく嬉しいなという感じでございます。でもまあね、決してね、無理はなさらないように、肘が痛くなってきたとか、指が痛くなってきたとかなってきたら、ちょっとお休みをしたりとかして、まあ、皆様のペースで練習を続けていただけますと幸いでございます。とりあえずそんな感じが、今日の前置きでございます。本日7日目はいわゆるクロマチック練習というやつをやっていこうかと思います。すでにこのクロマチック、ご存知の方もいらっしゃるかと思うんで、なんだよそんなことかよ、それは別に今日聞かなくてもいいやって思った方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、一元連打練習をしながらちょっとこのおさらいというか、一緒にこの基礎を振り返りながらやっていきましょう。まず、ですね、クロマチック練習、どんな練習かと言いますと、ちょっと実際やってみます。こんな感じ。おこんな感じで、その4つずつこう、ね、バババと弾いていくような練習法です。やってみましょう。まず人差し指が6弦の5フレットから、スタートです。人差し指6弦の5フレットを鳴らします。で、中指で、6弦の 6弦の6フレット。で、薬指で6弦の7フレット。で、小指で6弦の8フレット。こんな感じで6弦の5、6、7、8とそれぞれの指で1個ずつ、上がっていくようなフレーズを弾いていきます。まず6弦だけ繰り返していきましょう。6弦だけ。ダウンとアップの交互のピッキングで弾いていきます。ダウン、アップ、ダウン、アップ、ダウン。で、これの目標スピードとしては、2日目に1弦連打練習の BPM を測ったと思うんですけれども、その BPM で弾けることがまず1つ目の目標です。例えば皆様がその BPM130 とかでこの1弦連打練習ができたとしましょう。130。こんなこと。しましょう。そしたらこの130がまずの目標です。こんな感じです。で、これはもちろんね、その、なんだろうな、その1弦連打練習が130でできたとして、で、いきなりその、ね、クロマチック130できるかといったら多分できないと思うので、まずは110とかちょっとこのテンポを落として練習をしていくと思うんですけども、まあ、その110から始めて、まあ、2とか3とか4とか5とかちょっとずつ上げていって、まあ、130にするというのがまず第一の目標という感じです。で、その130ができるようになってきたらまたこうテンポアップをしていくんですけれども、そんな感じでこう、ね、左手と右手のこのシンクロを意識しながら練習をしていきましょう。細かいことはちょっと後で説明するとしてちょっと続きに行きたいんですが、6弦を5、6、7、8とピッキングしたら、その次は5弦からまた同じように5、6、7、8とフレーズを弾いていきます。で、なんとなくお察しの通り、この後ずっと同じことを違う弦で繰り返していきます。6弦で5、6、7、8、5弦で5、6、7、8、4弦、3弦、4弦、5弦、
までいったら、1弦の5、6、7、8が終わったら、1フレット上にずらします。こっちですね。小指が9フレットからスタートになるわけです。で、小指の9フレットから今度は降りていきます。1弦から9、8、7、6、で、2弦で9、8、7、6、3弦で9、8、7、6、4弦、5弦、6弦、こんな感じ。1弦から降りていくと、で、その次は、また、1フレットこっちにずれて、人差し指が7フレットにずります。7フレットにずれて、あとはもうずっと繰り返し、人差し指から人差し指、中指、薬指、小指、5弦、4弦、3弦、2弦、1弦、で、1フレット上がって降りてきます。で、こんなのを、12フレットまで続けましょう。まず5フレットからスタートです。ちょっとバーッと早くやってみますね。こんな感じです。5フレット。として、繰り返していただけると、良いかなという感じです。で、フレーズとしてはそんな感じです。本当に、ね、本当につかない。その順番にこの人差し指からバババッと順番に弾いていけばいいだけなので、結構、練習方法としてはシンプルだと思うんですけれども、気をつけていただきたいことが2つほど、あります。2つほど。パタパタ練習のときと、ね、ほぼほぼ同じなんですけれども、それぞれ指がバタバタしないように、音源をしていくわけなんです。親指の位置をちゃんと真ん中に持ってこないと、その指がこの届かなかったりとかしてしまうので、親指の位置をちゃんとパタパタ練習のときと同じような感じで、この真ん中に添えてあげるということ。で、人差し指からスタートするんですけれども、あんまりこの、ね、弦から指をこの離さないように、あわよくば弦をこの押さえたままで、音源をしていきましょう。こんな感じ。もう一回いきましょう。人差し指から順番に、あまりこの指が弦から離れないように動きをコンパクトに大げんをしていくと、極端に悪くやるとこんな感じ。こんな感じで、その使ってない指が、ね、あちこちあちこち行ってしまわないように、ちっちゃく音源を敷いてあげましょう。で、登るときはこんな動き。で、降りるときは1個ずらして、こんな感じで。この指を、ね、離してあげないと、ね、音が変わらないので、この小指、薬指、中指、人差し指とそれぞれ指を離すんですけれども、このときに指がこうズバーンと弦から離れてしまわないように、ちっちゃくコンパクトに。というのがまず1つ目の気をつけていただきたいポイントです。で、その次のポイントとしては、この右手のピッキングと左手のこのフィンガリングのシンクロを目指す練習なので、あまりこう、なんていうのかな、その適当なピッキングをしないように気をつけていただきたいんです。で、その目安として、頭のダウンピッキング、なんていうんでしょう、そのトキメキ、トキメキ、トキメキ、トキメキと4回ずつピッキングをしていくわけなんですけれども、このトのとき、ト。人差し指のこの音源とダウンピッキングとの音がちゃんとこの重なっているというか、しっかりとこの噛み合っていることを確認しながら練習できると嬉しいです。と、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 で、降りるときは小指がと、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 
ょっと今分かりやすくそのあのアクセントつけてますけど、別にアクセントはつけなくても大丈夫です。普通に通る。と弾いていけば OK です。これは極端に悪くやると、なんか右手をこのね、まあ、なんか適当にバーッと速くやって、左手をバーバーバーッと適当に動かすみたいな感じのパターン。極端に悪くやると、こんな感じ。だからできてるようでできてないみたいな感じのこんな感じ。そうじゃなくて、しっかりと4つずつ。このピッキングが噛み合っていることを確認しながら練習をしてみてください。で、一弦連打練習のリペイに達したら、それをね、どん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 上げていくような感じで、どんどん速くしていただけると、嬉しいです。そんな感じで7日目の動画に関しては、クロマチック練習の練習でやり方という感じでした。今までね、そのピッキングの練習、一弦連打練習でこのピッキングの練習をしてきて、で、パタパタ練習でフィンガリングの練習をしてきて、で、このクロマチック練習で、フィンガリングとピッキングをこのシンクロさせるという練習になります。ちょっくらね、またこう難しくなってくるんですけどね、今までその、ね、たくさん練習していれば、このクロマチックもたくさん、なんていうんですかね、うまい具合に弾けると思いますので、ちょっと頑張って練習していただきますと幸いでございます。で、次、明日のその8日目の動画に関しては、この、クロマチックをさらにこう進化させた、スケール練習っていうものをしていきます。これがね、またね、ちょっとね、ややこしくて、少し難しいところではあるんですけれども、ちょっとまあ頑張って乗り越えていきたいかなという感じでございます。皆さん、どのくらいのテンポでその一弦連打練習できているかちょっとわかんないんですけども、皆さんのテンポで頑張って練習をしてみてくださいませ。そんな感じでございます。そうだな。まあ、クロマチックとかになってくるとね、ちょっとこの練習方法が本格的になってきて、こうね、またこう、脱落者が増えるような気がするんですけれども、冒頭でも言った通りに、ね、できないことを楽しんでいただけると、すごく嬉しいですね。できないことを楽しむ。まあ、今、その一弦連打練習が120できました。で、クロマチック120を目指すんだけども、やっぱ120できない。で、その時にその、ね、ああ、なんでもできねえな、もうめんどくせえな、もうやってらんねえとかじゃなくて、おい、今120できねえぞと、やったーみたいな感じで、これ120ができないってことは、これも120ができるようになった時には、またこれ一つ成長できるんだみたいな感じの、このワクワク感に包まれると言いますか。だからそんな感じで、こうね、できないことを楽しみながら、練習をしていただけますと幸いでございます。そうするとこうめきめき上手くなってくると思いますので、ちょっとこうめんどくさくてね、へこむときもあるかと思うんですけども、できないことを楽しみながら練習をしてみてくださいませ。それでは7日目の動画は以上でございます。これからまたバイバイとギター練習をしてみてくださいませ。それではまた最後に恒例でございますけれども、私滝沢勝則 Twitter などでおります。 TIKAJAWA 滝沢という名前で Twitter やっておりますので、ぜひよかったらフォローしてみてくださいませ。それではまた明日の夜6時の動画でお会いいたしましょう。それまでバリバリとまたクロマチック練習してみてくださいませ。それではまた明日。さよなら、パハハイ。